で、私、名前がですね、神事と言いますけれども、信仰を司るという、大変仰々しいというか、いわゆる宗教2世ですね、親がクリスチャンだったので、まあ、そういう過度な期待を込めて、クリスチャンにある、よくありがちな聖書に由来する名前とかですね、を付けられた一人です。両親が改革派の教会で結婚したという、まあ、ガチガチゴリゴリのクリスチャン、敬虔なクリスチャン。で、かつ、まあ、高校の教員を父親がやっていましたので、なおさら輪をかけて、しかも社会科の世界史の教員とかなんで、まあ、本当になんていうか日常的にそういう世界情勢がどうだとかですね、あとキリスト教の話はもちろんしていましたし、ただ生まれ育ったのが福島県のいわき市の勿来町というですね、非常にど田舎の昔炭鉱の町で栄えた時期はあったけれども、それが廃れてと。かつて常磐ハワイアンセンターと言っていて、今なんかおしゃれな名前になってますが、のあったところなんですよ。もうだから周りに教会なんかない。クリスチャンは誰一人いない。なぜかうちの家族だけがクリスチャンという、特殊な家庭で、日曜日は毎週家の中で礼拝をやると。親が話をすると。親は牧師じゃないんですよ。高校の教員ですけど、周りに行ける教会がないんで、家で家族で礼拝を守るというのを幼い頃からしていました。まあそんな家庭だったので、非常にそのしつけとか、教育的に配慮というか熱心な家庭だったので、まあいろいろなルールがありまして、テレビは1週間で30分しか見ちゃいけない。3兄弟いるんですけど、1人30分なので、1時間の番組見ようと思うと2人の兄弟の時間を合わせて見なきゃいけないっていう謎のルールがありまして、寝る時間も8時と。小学校卒業まで多分8時だったと思いますね。で、当然もう当時はみんな周りファミコンね、今、ファミリーコンピューターでファミコンって知ってるんですかね、若い子は。ファミコンが買ってもらえなくて、友達の家に入り浸ってファミコンをやったりして遊んでいた、ようなお家でした。で、うちの親だけじゃなくて、おじがですね、もう当時から牧師を、日本キリスト教会で牧師をしていて、うちの親よりも厳しいおじさんだったんですね。だから、甥の私にも非常に当時から、まあいろいろ、まあおじの教会に後でね、そのおじがやってる教会のところに引っ越しをしてから、ずっとおじの教会に行ってたんですが、まあ大変厳しくというか、親よりも厳しくいろいろと言われ、まあ未だになんかうちの新聞を購読していただいてるみたいで、もう背筋が伸びる思いなんですが、最近何を勉強してるんだとかですね、食事中になんか話をしないと怒られるみたいなんですね。イギリスで、生活をされていた方なんて、そういう風習とかも、まあ、だいぶしつけられました。で、初めて親元を離れてですね、ようやく今まで日曜日に無理やり連れて行かれていた教会から解放されると思って、で、東京に出るまではちょっと額がないんで、まあ、埼玉も都会だろうと思って出たら、最寄り駅が、駅前降りたら何もないみたいな南山駅という、快速も止まらないというような大学に入りまして、まあそれでも親元を離れたんで、教会どうしようかなと思っていたところ、近くにその日本キリスト教会、同じ教派の教会があるということで、まあ結局親元を離れたのに、教会からは離れることなく、その教会に行き続け、まあ同世代の若い人たちが結構その当時はたくさんいたので、まあそのおかげで繋がっていたと。プラス、先ほど紹介していただいた埼玉大学の聖書研究会で、様々な、今までは本当に身内の親族とか家族以外に、あるいは日本キリスト教会以外に、教会があるとかクリスチャンがいるってことはほとんど想像もつかなかったのは、初めて他教派のクリスチャンに出会うことがあり、それが本当にカルチャーショックですね。ギターを弾きながら賛美歌を歌うクリスチャンがいるとかですね。で、うちはもうなんか、日本キリスト教会はお酒もタバコも全然ルールないんですが、まあ、福音派のね、KGK の後輩なんかはお酒を飲んではいけないっていうね、クリスチャンが、まあ今となっては当たり前にそういうクリスチャンがいるってことは知ってますが、当時はそんなことも知らなかったんで、新入生歓迎会にね、お酒が出る席に行っていいもんかどうかみたいなことを真剣に悩んでる学生がいて、びっくりしました。そんなクリスチャンいるんだと。
で、韓国から来た留学生はですね、毎朝が大学に来る途中の電車、埼京線に乗って隣に座った誰とも知らない人に伝道するみたいなことを言っていて、まあなんかそのキリスト教ってこんなに幅があるんだということを、まあ目が開かれ、良くも悪くもですね、まあいろんなことで、自分のキリスト教観が、広がったという体験をいたしました。で、当時、実は漫画家に高校3年生までなりたかったんですが、それが夢叶わず、結局埼玉大学の教育学部で、まあ、親も教員だし、教員が向いてるんじゃないか、あるいは、それこそ証明、名刺という意味では、まあ、教員になれっていうことかなと、半ば勘違いをして、教育学部で卒業して、教員採用試験を受けたんですが、見事に落ちて、たまたま就職活動で引っかかっていたテレビ朝日系の報道制作会社の映像の編集をするという仕事を2年間しました。当時2000年ですのミレニアムといって、1999年から2000になる時に、テレビ局で働いていたんですが、まあ夢捨てきれずですね、教員になりたいと思って、試験を受けたかったんですけれども、公立の教員になるのは難しいから、私立のキリスト教系だったら、まあ、あわよくばということで、受けてみたら、たまたま拾っていただいたのが、まあ、池袋にある、立教小学校という小学校だったんです。私自身は公立の小学校、中学校、高校と、で、大学も国立したので、私立の小学校も初めて、ミッションスクール、キリスト教系の学校も初めてという中で、入ってみたら、なんとそこは男子校の小学校、国内に数えるぐらいしかない。まあ、衝撃ですよね、本当に。まあ、キリスト教系の学校で男子校女子校、まあ、今段にたくさんありますが、そこで初めて私が担任したクラスは、小学校3年生。ギャングエイジの小学校3年生、男子だけ40人が一つの空間にいるという、皆さん、想像できますでしょうか。まあ、子育てをね、今現役でされている方もいらっしゃいますし、うなずいていらっしゃいますが。2、3人だけも大変。幼稚園の先生なんか本当10人いたら本当にてんやわんやの中、40人の男子、小学生。まあ大変ですよ。動物園。私はだから教師になりたいと思ったのに、調教師になったんじゃないかと。まあ声を張り上げてですね、日々奮闘していたのを思い出します。で、それでもいろいろありまして、5年勤めました。5年目に6年生の担任をしたときに、長男が生まれて、これは育児とお仕事の両立は厳しいなと思って、一念発起して、やっぱり、辞めようと。まあ、いろんな理由があったんですが、転職、2度目の転職をして、で、たまたま私がいた浦和教会の伝道師の方が、その教会で撮っていたキリスト新聞という新聞に載っていた広告の編集者若干名募集みたいなのを見つけて、今度なんか先生辞めるんだったらこれどうみたいなことで勧められて、初めてその時にキリスト新聞という新聞があることを知って、その新聞がどういう新聞かも知らずに、採用試験を受けて、そしたらなんか受かっちゃったんですね。そっから18年、今に至るという、だいぶ間飛ばしましたが、そういう経緯で、なぜかここに立たされているわけです。